さあ間もなく7時33分になろうというところ、寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。10月のねこのコーナーでね、はい、ちょうど河野デジタル大臣が2024年秋には今の健康保険証を廃止するっていう報道を受けてお話聞きました。でリスナーの皆さんからもたくさん意見を頂戴しました。今この問題どうなってるんかいうことで、久しぶりですけれども大阪府保健医協会理事長、大阪市旭区で開業なさってます宇都宮武博さんにお電話つながってます。宇都宮先生おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しておりました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。10月の放送の反響です。ご紹介しますね。神戸市須磨区の70歳の女性の方、保険証のマイナンバー紐付け反対です。便利だ進歩だと強制的ですが、国民の声もっと聞いて選べるようにするのも一つの案では、私は今のままで十分です。次は岐阜県大垣の41歳女性の方、マイナンバーカード持ってますが保険証廃止には反対です。あくまで任意でと始めたことやのに、説明もなく強制的に進めてますよね。何もかも連動させて、何もかもの情報が1枚のカード、落とした時のことを考えるとゾッとします。皆さん結構怒ってはります。で、ある報道ではね、マイナンバーカードの保険証利用に際してはマイナポータルを活用するわけですけども、その利用規則にシステム利用者は自己責任と判断に基づき本システムを利用し、デジタル庁にいかなる責任も負担させないって文言が入ってるみたいで、一方的ですっごい不平等な規約っていう指摘もあるみたいなんですけども、宇都宮先生このあたりはどうなんでしょうか。はい、本当にご指摘の通りだと思いますね。契約にはこの他にもシステム利用や利用できないことによって利用者や第三者が受けた損害、通信障害による損害、ウイルス感染などで受けた損害について責任を負うことがないというふうにあるんですね。大阪府保健協会では情報漏洩など情報セキュリティの問題を何度も指摘して、医療現場からもこうした問題の責任の所在が不明であるという意見がたくさん出ていますけれども、国がしかもですね、デジタル庁の大臣が急遽ですね、保険証の廃止を強引に打ち出したのにもかかわらず、政府に責任は一切ないというのでは、まあ、無責任としか言いようがありません。そうですよね、はい、あと前もお話ししましたけども、保険証の廃止については世論調査ではね、賛成と反対が同数でしたけど、世論を二分する国の政策については、例えば新聞の社説でもね、強引とか拙速とか乱暴という見出しがありました。ところで、あの放送からも2月経つわけですけども、はい、医療現場ね、すでにこう保険証機能を持ったマイナンバーカードを利用している方結構いてはるんですか。10月終わり頃に調査をしておりますけれども、はい、実際に保険証機能を持ったマイナンバーカードで医療機関を受診された方っていうのはまだまだ少ないですね。全体で、まあ、2割程度、まだごくわずかな利用であるという、それにもかかわらず、まあ、見過ごせない事例が山積みなんですね。利用者少ないのに不具合は先生たくさん出てるんですか。はい、私たちの調査で一番多いのが、健康保険証の資格があるにもかかわらず資格なし、あるいは無効というふうに出るトラブルがあるんです。それむっちゃ困りますよね。このシステムの根幹がそれってトラブってるんでしょうか。そうなんです。結局そうした場合は、従来の保険証で確認とか、保険者に電話で確認したということなんですけれども、読み取りの機会が安定しないとか、成功率 50% 以下で信頼性が乏しい率ですとかですね、医療現場で手間が増えて診察にも影響が出て困っているといった意見が少なくありません。まあ、全国でマイナンバーカードで保険資格の確認をしているのは現在2割程度であるにもかかわらず、トラブルが多発しているんです。なんかそんなお話聞いてると不安になってきますよ ね、はい、この他にはクリニックのネットワークに影響が出て仕事にならないので、どうせマイナンバーカードで受診する人はほとんどいないのでということで、接続コードを抜いているっていう方もいらっしゃるんですね。もっと深刻なのは、これ11月11日に判明したのですが、はい、コンピューターの Windows をですね、利用されているところが多いんですけれども、Windows アップデートを実施した場合にネットワークエラーが発生してシステムが正常に起動しないっていった事象が多発しているという情報も入ってきております。なるほど。そういうトラブルに対応する窓口って先生ないんですか。相談
窓口はありますけれども、はい、医療機関だけでなくってシステムを構築するその事業者の方もですね、そこに連絡がつかないそうです、うん、みんなお手上げでトラブル対応が困難な状況になっております。政府の方はトライアンドエラーを繰り返せば解決するっていうようなことを交渉などで回答しているようですけれども、まあ、私たちの命を預かる医療現場はエラーは許されませんので、医療現場の状況を全く理解していないとしか言いようがないと思いますね、はい、なおこの健康保険証の廃止に関しましては、うん、日本弁護士連合会も反対の会長声明を出しているんです。はいはい、まあ、でもね、安全なシステムが、ね、構築されていない中でのこう健康保険証の廃止って、うん、もう一回、ね、政府の責任明確にしてきちんと議論する必要が先生ありそうですよね。そうですね、うん、またこういったことを私たち意外と知らないこと多いんで先生教えてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやまあでもこれ太田先生こんな話ってなかなかニュースワイドショーでやらんですからね。ですから貴重な、ね、意見ですよ。医療現場の生の声っていうのを届けてるって、うん、このコーナーすごい、そういう意味では僕ね、うん、大事やね。いや本当にでもトラブルばっかりやこれ考えた、聞いてみたらね、うん、これを強行突破しようというのが恐ろしくって、まあ、リスナーの皆さんのご意見も頂戴したいと思います、うん、このコーナーにメッセージくださったら1000円分のクオカード月5人の方に当たりますからね。ファックスメールはがきの宛先をアッキンお願いします、はい、まずファックス番号 078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。ファックスメールは今日のテーマでもどうぞ募集しております。おはがきは月間プレゼントの応募にも使えますからね。1枚のおはがき有効活用してください。メッセージをお待ちしています。